よ田さん、昔ね、麻雀店赤字垂れ流しながらやってた時は、ネオヒルズみたいな奴らを知って、あ、くそ、悔しいなぁと思いましたよ。なんでこんなにうまくいってんだ。よし、仲間に入ろうと思いましたよ。で、一定の方向性は決まりました。あ、インターネットを使えば儲かるんだなと。それからはね、だから好奇心と興味ですよ。努力なんて全然したことがないです。まあよくね、何か一定の成果を収めた人は、いや、あれこれ努力しましたよとかね、言ったりね。 えー、なんかね努力をあなたはしましたかって言ったら「いやそれは当たり前じゃない努力したよ」っていう風にすぐに自分の行動を美化するんですよ。自分は努力して自分の力でここまで来たんだっていうね私から言わせるとこれは美化なんですよ自己正当化いやでも何て言うのか仮に努力したとしてもその道で生きるのに努力するのって別に当たり前で自分から言うことじゃないですよね 私は努力しましたっていうのは、なんかね、結構恥ずかしいことだなっていうふうに私は思ってるんで、他の人がやる分にはなんて思わないんですけども、私はね、なんかね、達成するときに、いや、あの手この手打って努力してきたんですよっていう、なんかこれはね、自分の力でやりましたみたいな、その自己顕示欲っていうのは、ちょっとね、かっこ悪いし、実際頑張ってきたこともないんでね、私はね、適当にやってきただけなんで、<laughs> 好奇心のままに、<laughs> 流れのままに。 <laughs> だからね、まあ、いわゆるハマるって状態あるんですよなんかこう作業を始めるとそのまんまあのー、突き抜けていっちゃったみたいなねそんなのはあるんですけどもなんかよし頑張らなくちゃみたいな自分をね鼓舞したりとかモチベーションを上げてなんかその上がったたモチベーションの隙をいいいてやるみななことないですね何だろうなんかその悔しさとか負けたくないって気持ちからあの行動することはあるんですけどもね。ああのののの昔その中学の頃あの まあ空手のちょっとしたあの道場にいたんですけども、そこではね、あのさんですかね、メニューが貼ってあるんですよ。それが腕立て伏せ250回 ×4、腹筋 250×4、ええー、坂首逆立ち1分間 ×10 って書いてあるんですよ。ただそれだけ貼ってあるんですよ。だから私はその道場に通う人はみんなこのぐらいやるんだろうなと思って、あ、空手の選手ってのはこのぐらいやるのが当たり前なんだと思って、まあ私もね真似してやってみたんですよ。 まあそれはね自分がどこまでできるかなーっていうふうな好奇心だったんで努力でではなかったんですよで私は中学1年の時にすでに腕立てとしはね200回ぐらいできたんでこれいけるじゃんと思って回回をちょっと頑張れば250回じゃないですかだから大した負担には感じなかったし250回やるのと200回やるのと同じぐらいのこう体力っていうのかなまあ言ってみればあ、まあ、頑張りと言ったらいいのかな、うん、行動でしたね。 でただそれを4回連続っていうか一息つきながら4回やるのは初めてだったんで最後の方はね手がね曲がらないような状態だったんですけどもそれでもなんかあの空手の帯を取っていくんだったら例えば黒帯取るんだったらみんなこれやってんでしょみたいな感じでまあ当たり前のようにこなしましたよねだからそれは空手をやる上で必須条件なんでそれを頑張るには入れなかったかなと思うんですよ でこれができない人は頑張る頑張らない抜きにして最初っからこの世界に及びがないんじゃないかなというところですよね。うん、で、えー、その他のこともそうなんですけどもだって大学に進学する時にあの平均点とか合格点というのは当たり前じゃないですかそれは別に頑張っていくことじゃなくってあの流れてきたねカルキュラーも右から左にやるだけで誰でも通るわけじゃないですか予備校に行ってそこそこ点数取ればみんなその合格点に達するんで。 頑張るって部類じゃないだろうなと思ってたんですよ。で、頑張るってのは一体何なのかなとかね。私なだから未だに頑張るとか何かを努力するっていうことは人生で一回もしたことがないなと <laughs> 自負してるんですけどもね。もう逆に私は全てを生まれ持った才能でやってきてるかなと。これなんかね、生まれ持った才能でやってるっていうと、またね、偉そうに聞こえるんですけども、逆ですよ。自分の努力全くなく、なんかたまたま持って生まれた体格とかね、考え方とかね、なんか、えー、世の中の風潮とか、 私の受ける情報とか人脈とかそういうの全部生まれ持ったたまたまのもんじゃないですかそのたまたま自分が手にしたものだけでやってきたんであのなんかね自分の人生のベクトルを大きく動かすために何かをやったってことはちょっと私はちょっとなかったかなと思うんですけどね、うんまあ、そんなところですよもう努力とか私自分で自分のことを努力しましたとか頑張ってきましたとかってなんかねいまだに恥ずかしくて言えないですよねで本当にやってきたつもりもないですしね なんか棒フラのように流れのまんまに生きてきて今に至るって感じですまあだから隠居なんですよねきっとね <laughs> うんああじゃあってらっしゃい